こいつ先を知らないのか。この緩い右の後、きつい左だ。減速しないと谷底へ真っ逆さまだぞ。言わんこっちゃねえ。スピードが乗りすぎてるぜ。立て直して減速するスペースはもうねえ。ドリフト。ああそうさ、てめえのせいさ。あだがな、恥かいたとかそんな小せえ理由でジムを辞めたわけじゃない。同じジムにいちゃお前と幕の内一歩とプロのリングで戦えないからだ。がついた、わざとやりやがったな。てめえみたいなカスには絶対負けねえからな。川辺先生、そうだよ、あんたに会いに来たんだ。試合のチケットを届けに。あんたのおかげで俺は日本一になれるんだ。日本一だぜ、俺が。見に来てくれるよな。なぜだ、あの野郎。最小限のカウンターで鮮やかにクリアしてく。けど俺はたけしのように甘くはねえぜ。要は勝ちゃいいんだよ、どんな手を使ってもな。よ、なんとなくコツが分かってきたぜ。今ならいけんじゃねえか、高村にガツンとよ。みんな立場にいるのは分かっているのに、なぜか追い詰められたような気分になる。俺の中に凌介に対するコンプレックスがまだ残っているのか。勝てばそんなもの消えてなくなる。どこからでも来てみろ凌介、タイヤにはまだ余力がある。がっちり食いついている。あんてやつだ、生きたパンチが飛んできやがった。虫の息じゃなかったのかよ。いや、惑わされるんじゃねえ。今の一発が最後だ。現に奴は動けねえじゃねえか。面倒なことにならねえうちに仕留めるんだ。はい、確かにこいつはまともな86じゃない。2リッターの 3S よりもパワーがある。相手を先行させてから追い抜くことは KO 勝ちだと親父は言った。上等だ、俺にしたって望むところだ。この速い86を後ろからぶち抜いてみせる。足もそろそろお釈迦だな。3ラウンドか。今までの俺ならとっくにヘロヘロだろうが、今日は違うぜ。次で決めさせてもらう。切られた。ぶつける瞬間に G を逃がして衝撃を吸収しやがった。なぜだ、凌介を撃ち落とせないのは。感激です。自分は幕内さんに憧れています。憧れの人と手合わせできるなんて光栄だし、何より自分の力を確かめたいですし、今日は本気で行かせてもらいます。あいつ、この交流戦に参加してるってことはレッドサンズに入ったのか。面白い、久々にあの走りを見せてもらおうじゃん。ケツについていってテクニックを盗んでやるぜ。じゃあいいってもんじゃねえだろ、モーション丸見えだぞ。だからこうよ、こう。兄貴のアドバイスがいつも的確なんだ。何をどうすればいいタイムが出るのか本当によく知ってるよな。僕は彼が最大の敵だと思っていました。それだけに彼の敗戦のニュースはセンセーショナルでした。小さな島国に強い男がいる。興味が湧き夜も眠れない。